意外さみたいなのってすごくそんなに意図してないので、これは子供のエラーだと思います。ただ、市内にあるいくつかの地名を見て、割とこう国語に詳しい島田先生という方が、やっぱり九州は感じると。ただ、四国っていう、下敷きの四国っていう字があったりするのも、私が生まれだけ鹿児島県で、両親とも出身が鹿児島だったので、毎年夏には鹿児島に帰っていた。なので、二つの道を行き来してたというのもありました。なので、あちらの地名も幼少期から入っていたというのがあって、確かに九州の要素はミックスされている感じがあります。九州は割と地図界隈では難読地名の多い、多いですね、エリアとしては、はい、まあ、有名ではあるので。はい、そうですね。なるほど。はい。今、止まってきましたよ。だんだん、はい、他、質問。まだ、この時間まで20分ぐらいあるんだけど。はい。